日本の打球の様子より、打球は、日本の競技、遊技、馬に切った者らが二組に分かれ、打撃長を振るって、庭にある傘を自分の組の傘門に早く入れることを競う。現在は、宮内庁と青森県八戸市の長者山白木神社、山形県山形市の豊か列神社にのみ伝承され、長者山白木神社と豊か列神社では、場ではない、と打球も行われる。 紀元前6世紀のペルシャを紀元とし、古代中国を経て伝来したもので、ペルシャからヨーロッパに伝播し、イギリスで近代化されたポロとは、同源とされる。中国からの伝来時期は不明であるものの、万葉集末期六には人気4年正月に、王子初心がカスガノに集まり、打球を行ったことが見える。西宮紀に5月6日に天皇が武徳殿に行行して、打球を観覧したことが見え、 それによれば、打球者四十人を二番として、各左右馬つ笠の馬を引いて、左右この絵の陣の後から、笠門の投辺を経て連なって、匠寮から上るマリコ十九を龍栄に持って、机に置き、お上への灰の後に馬に切って共に開花に進むと、大臣が笠を投げ、これをお互いに争い打ちながら、南北十五条で高さ二畳ほどの柱二本を立てて、儲け高さ門に投げ入れ、 もし勝てば、旗を上げて示し、ついで総額が行われることになっている。いつの間にか衰えたが、江戸時代になって、連部の必要から共法年間に、徳川義宗により再考された。例えば、高下2年8月から同3年に行われた、大阪城財番の記録には、財番中の大番が打球を行ったという記述が、複数ある。江戸時代の方法は、笠門に、 紅白の弦を立てて、傘門内に記者十人、左右五木ずつ靴輪を並べ、控える。記者の後方左右に、勝負の合図に証拠を打つ役人がいて、傘、目付傘部行門の傍らで互いに、傘の出入りを剣し、勝敗を分かつことを司る。また、勝ち振り木という紅白の木を左右に並べ立て、傘が門に入る度ごとに、これを振り上げ、また傘がすべて入り終わった時に、 勝ち時歌を上げるのに用いる。ババの他方の橋には、紅白の傘を左右相対して数十ずつ並べて、柱二本を立てて、これに目当ての弦として、紅白の木がつけてある。中央には、傘奉行一人が扇子を持って控える。帝国になると、ババ殿から次上下着用の役人が来て、傘奉行に打球を開始するようにという訓明を伝える。傘奉行は、傘門の方に向かって、 日の丸の扇子を開いて、頭上を高く上げて、合図を送る。合図に応じて、傘門内に控えていた記者らは儀長を横にして、右の手綱に持ち添え、馬乗り袴、綾い傘、紅白ちり面のたすき、同じ傘表を腰に刺し、左右に出来味方相対して、一直線に乗り通り、順次止まる。傘門の肩の傘目付けが合図の木を上げると、各記者は杖を下し、 傘目付が木を振り上げると、橋の馬から順番に声を発し、早足で乗り出し、自分の傘をすくってわわれ先に投げ入れる。最初に傘を入れた者は、傘に続いて、自分も傘門に乗り込み、声を上げると、その時その方の木を振る。これは、初入の手柄という、もし門の外から傘が入った時は、やり直しである。白方へ、くれない傘。 くれないかたい白傘と入り乱れて入った時は、互いに入れさせないよう馬を乗り回して、敵方の行方を遮り妨げる。初入のない間は、互いに敵の傘に触れることは禁じられ、初入のあった後は、敵の傘を救って、後へ戻すことができ、双方初入のあった後は、相互に敵の傘を戻し味方の傘を入れようと争うことができた。傘がことごとく入ってしまった時は、 勝方の証拠を鳴らし、勝方の勝ちぶり気を上げ、勝敗の決したことを知らせる。これを見て、勝方の記者は皆ぎ長を振り上げながら味方の傘門から乗り込み勝時を上げる。追い方は門外に控え、勝時が終わり傘奉行が合図の扇子を出す時に馬を元の地に止める。坊主はこの間に傘を拾って、器に入れ、元のように並べ、2回目に入る。二回目は最初。 橋の馬であったものは後に回り、二番目のものが橋になり、三回目には三期目、四回目には四期目と、順番に橋を切り、四回目で全体の勝敗を決する。勝ち方は君前に召し出され、褒美の六を賜る例であった。傘は、かつては毛を入れて作り、皮、または布で包み、周囲約八寸、円形、または楕円形であった。吉祥は、篠岳を、 馬の背丈の長さに切り、大竹を割り曲げて鍵型にしたものを先に結びつけ、細紐で網が張ってあった。ありがとうございます。